どうも、イットピエタロウ元井アダオです。今回は、ビートボクサーのショーゴさんという方が、音なしという MV ですねのロケ地となった並切不動尊というところに行ってきたレポ動画となっております。これを見て、並切不動尊に行ってみたいなっていう方が、たどり着けるような、道しるべとなれば嬉しいなと思います。夜に行くとね、こんぐらい暗いので皆さん夜には行かないようにしてください。絶対に昼に行くんですよ。それでは、どのように行ったか動画をどうぞ。完全に自殺しに来た人の見る景色ですね。こう下見えなさすぎやろ。パッライトライトオン。これで夜道も安心やね。いや怖っこれ。おいホラー映画かよ。割と本当に怖くなってきた。やば。暗っ。ずっと遠い記憶を探しに来たよ。懐かしいでしょ。どれくらいの言葉で伝えられるだろう。自信なんてないけど。こんな時間から来ていけるわけがないだろう。あの神社にマジで暗い。うお、着いた。おじさんね、めちゃめちゃいい人だったんですけど、あの最後に遠くからお疲れ様って言ってきたんですけど、あれ僕に対してですか、それともあれですか、僕なんか連れてきちゃった。なんとかバス停に着きました。秋向いてきたのか。寒いですね。ちょっと半袖だと寒い。気温のせいですよねこれ。ホラー映画のやつじゃないですか。アクション。屋根だった。怖いな。エロ漫画でよく見るところだ。マスクが落ちてる。新しいぞ。雨降ったのに脱いでないぞマスク。まず近くにいるのか。御所の駅口に着きました。バス停にね。世界の解像度がちげえな。待って、ここどこ？こんな道、道なくなってる？道ないんですけど。ここで暗すぎてライトオンにしたん。うるさいな車が。こんな道歩いてたの？僕電気なしでこんな道歩いてたの？死んじゃうよ。こんな感じの道を歩いています。いいですね。やっぱ明るいうちに来るべきだった、あの時と。なんかいそうだったもんね、前はね。あ、唇切れた、今。この前の階段もこの通りです。逆にこれ明るい方が怖いかもしれん。あー、ヒールブーツで来るんじゃなかったね。ゴツゴツしてますからね。手すりやって本当に良かったね。この前一回来たんで道が大体わかるっていうのがいいことですね。まあ、ほぼ一本道ですからね。すごい空気が美味しいです。癒されますね。車通りもあんまりないんでね。大きい道から外れてるともあるんですけど、そもそも大きい道も車通りあんまり多くないし、用水路。ただ結構今日奇抜な格好してるから
地元の人から見たらめっちゃ目立つかもしれん。お店あったから良さそうと思って映そうと思ったけど、店員さんにガン見されたんでちょっとやめました。すごい、見て見て、すごいですね。うわーすごい、川だよ川。それっぽいね。木が邪魔でした。今気づいたけど純正カメラアプリの方がいいですね。これ他外撮るなら画質がちげえぶ。綺麗なんだな、またこれが。すごい川がね、すごいんですよ。なんかホラゲ探索みたいになってますね。いやでも前回は確かにホラゲ探索といっても過言ではなかった。なんで椅子あんの、あっこに。今回はね明るいですからね。前回あの話しかけられた多分あのおじさんは駐車場の管理人の人やったんかな。あ、出ました、僕が幽霊を見たポイントですね。幽霊の正体見たり、看板、こいつが悪いんだよな。すべて焚き火タバコの、この上のが白くてね、しかもこの角度から見るとこう細長に見えるからさ、めっちゃお化けに見えたんだよ。あの白だから光が反射しちゃってね。並切不動産目当てにまあ来ましたけど、こっちも山の道があるんですよね。こっちも良さげですね。すごい、シンゴジっていうのがあるの？シンゴジラってこと？めっちゃ涼しいです。そしてああ向こう行ったりもできる。ものすごく涼しいんで、あこれめっちゃいいよ散歩に。ちょっと木落ちてきてるけどね、上から。怖いね。ちょっと VHS のアプリを使っています。ここ死ぬやつではホテルがある。これっちゃいけないものが映るやつだよ。ちょっとミスった今。わ綺麗、川が綺麗ですね。ここ前回僕が写真を撮ろうとしたところですね。休憩所みたいな、川が近くてすごくいい。ここだよ、ここら辺で前回おじさんに絡まれたんですね。本当にあの時は死んだと思ったね。これなんていうか知ってます？ギボシって言うんですよ、ギボシ。あ、空いてるホテルは。こっちに上に行くとこっちもちゃんとした何かがあったって。周辺観光、シンゴジか、シンゴジがこっちですね、階段の。ちょっと後で行ってみようかなと思います。こっちはなんか終わってそうな道。急に静かになりましたね。昔ながらの旅館っぽい。ちょっとなんか鏡に映ったかもしれない。川床料理がある。すごいな、いいところです。こっちか本当に。今マップ見て気づいたんですけど、結構長いことを道間違えたみたいです。さっき映したあの山道みたいなとこ行かなきゃいけなかったみたいです。しんどいよ。 あれだな、ここで車が預かり、駐車場があるから預けられるみたいですね。じゃああれだな、この前行った道確実にアウトだな。この前ここ通ったもんね。みんなね、
すれ違う人々全員ちゃんとしたスニーカー履いてる、動きやすい靴ね、ヒールブーツで来たアホがおるな。僕ですね、それは。こっちの道かな、ちょっと調べてみよう。見てみたところこっちの道なみたいですね。マウンテンパス、こっちの参道に入っていきます。こっち行くと西明寺、そっちの方向に行けばいい。うわ、綺麗。写真撮ろう。こっちもこっちで綺麗。これ夜中来なくてよかったね。夜中行ってたらイニシャル D の道みたいになってますよ。うわ、見えねえもんな、向こう側あんまり。なんか怖くね？なんかいる？まさかのなんかいるって言った方向に進んでいかないといけないらしいです。暗い道ある？これ本当に死なない？僕 VHS カメラで撮ってみます。ホームビデオみたいなやつね。ああ、ノイズオンにしたらすごい雰囲気が出始めた。ここもここで死ぬやつ。うわ、これカメラ越し見たらマジで怖い。すごいですね、雰囲気がある。多分この道まっすぐ行ったらあれかな、波切不動尊に着くのかなと思いますけど、ちょっと今ねめちゃめちゃお腹痛くなってきた。うんこしたい、うんこしてきてよかったな。めちゃめちゃ涼しいです。そして今日は最高気温22度だからな。山の川横に流れてるから道なくね。舗装されギリ舗装されてる感じはある。川です、川です。クマ出没注意です。音を出していきましょう。狂ってんのが、お、ちょっとそれっぽい簡易ベンチみたいなのが置いてある。これは客人用なのか、それかその働いてるその林業の人たち用なのかっていうあれですね。わあすごい、ちょっといいね、どこ撮っても絵になるね。あの木の感じがすごくいい。ちょっとさっきから声大きめで話してるんですけど、まあそれは川の音がうるさいっていうあれではなくて、さっき熊出没注意って書いてたんで看板に、ちょっと僕怖くてちょっと話しながら行きますね。こっからカメラ回し続けますね。この先にある神社ってかなりね楽しみですね。熊って今どうなの？秋ってどうですか？寒くなり始めたぐらい。ちゃんと道しるべのところに赤いのが巻いてある。怖え、余計に怖え。神隠し？合う？これ呪詛で見たよ、同じとこループするの怖いな。なんか鈴、熊よけの鈴みたいなのあればいいんですけど、そういうの持ってきてないな。この道を行けばいい。でもカーブミラーあるんですよね、向こうに。これあっていうカーブミラーあるから人路ではあるのか。こっちはあ、ミスった。
こうね。車ではここまで来れないな。後ろ怖くて見ちゃうんだよな。こう後ろに何かいたらどうすんの。VHS カメラで撮るっていうね。いいね。よくねえよ、バカ怖えわ。あと割ともう少しで着くらしい。らしい。Google マップによると着くらしい。Apple の純、この前の鴨神社もそうだったんですけど、Apple の純正アプリってマジで出してくれないんですよね、場所を。Google が優秀すぎるんだよな。Apple はもっと頑張ってほしいね。監視中だってよ。監視中です。どこに？できんの監視ここら辺。あとだいたい 2、3分、もう多めに見積もっておこう。5分ぐらい歩いたら飲み切り不動産に着くかなと思います。土砂崩れあったら死ぬところですね。あ、なんかちょっと赤いのが見えた。近いのかもしれない。近いぞ。あ、近いじゃないわ。あるわ。ここか。着きましたね。着きました。なめきり不動尊です。この道見たね。翔吾さんの MV で。では、失礼します。せっかく自撮り棒を持ってきたので自撮りでしています。少し落ち着いたところに帰ってきましたよ。結構歩くと暑いですね。汗かく。こっから上に行くか。ちょっと一回信号地の方に今から向かっていこうと思います。さっきまでね、結構川の流れ激しくて岩とかいっぱいあったんでね、ザーザー言ってましたけど、ここら辺に来るとちょっと落ち着きますね。あと道ね、車少ないから油断してたら結構普通に車通ったりするんで、普通に気をつけないといけないなって思いました。というわけで信号地の方行ってみましょう。ここあれですね、翔吾さんが動画撮ったとこだな、ここ。いえ、
ここもあれですね、翔吾さんの聖地だった。ここで MV 撮影した気がする。あの人これぐらいで。それじゃあ行きましょう、シン・ゴジ。皆さんね、ここら辺来るときはね、絶対にスニーカーで来てくださいね。階段だけどよく見たら、この上り坂になってる。ほぼ上り坂の階段。足を持ち上げないといけない階段。うわ、急だな。しんどいぞ、これ。汗かくわ、これ。僕ね、ちょっと生まれつき太ももの筋肉が人の倍ぐらいあってね、すっごい太もも太いんですよ。太もも太いとね、筋肉それだけあるってことだからね、代謝もめちゃくちゃいいんですけど、つまり汗かきやすいんですよ。汗だくです今。これどんだけあるんだこれ。しんどいね、普通に。一番の僕の範囲はメモリの無駄遣い。ヒールブーツで来たことです。まあ、結果などどうでもいいんですね。そのたどり着いた過程があるのならば問題はない。着いたと思ったら違うじゃん。ミトロシアンゴ売ってるぞ。ちょっとここからはちょっと動画やめとこう。一応さっき人とすれ違ったんで道は合ってるはずです。すごい。待って、シン・ゴジって、待って、階段何個あんの。階段何個あるの。階段何個あるの。まだあるの階段。死んじゃうよ、私。死んじゃうわ。しんど。半袖で来ればよかった。半袖だと寒いかなと思って着てきたのに、中にハイネック着たらね、バーカ暑い。そりゃそうじゃ。あ、でもあっこがもうシン・ゴジっぽいですね。急に落ち着く。もうちょっとなんでね、頑張っていきましょうか。段もきついけど坂もきついな、これ。翔吾さんの行ったところはここじゃなさそうですね。シン・ゴジではなさそう。ゴツゴツしています。接地面の小さなヒールブーツではかなり難しい、登るのが。ちょっとシン・ゴジに入ろうとして気づいたんですけど、僕財布の中に帰りの運賃しかなくて、300円しかなくて、運賃230円で、配管料600円ぐらいで、払えなくて帰ります。なんで お金持ってこなかったかな。バスもね、イコカじゃねえよ、バスもね、スイカ使えると思ったらイコカしか使えなかったし。やったね、イコカの中にも20円しか入ってないしな。お金入れとけ。というわけで戻っていきます。またこの場所に戻ってきました。何回通るのこの道。動画をいっぱい撮ったのはいいんですけど、漢字の写真マージで一個も撮ってなくて、今からもう一回並切不動尊に向かいます。今ねもう4時前なので、ちょっと曇りっていうのもありますけど、向こう晴れてるけど、だんだんと日が落ちてきているので早めに向かいたいと思います。
ずっと遠い記憶を探しに行ったよ。懐かしいでしょ。どれくらいの言葉で伝えられるだろう。自信なんてないけど最後どう分かっているだけでも幸せなのかもね。やっと少しだけあなたがその形保ってますように消えてく世界に残さ。高い高い試合、もうさっき真空地の階段登った後だからものすごくしんどいよ。心の残り成仏したくない、また抗いたいと願うだけで、歌詞が覚えてねえわ。天気予報は手にならない、生臭くなった傘を抱いて二度と戻れないショッパーの世界、あれもこれも鮮明に思い出して、翼はあるけど天使かまだわからないでしょ。つま先からたまんまで見て判断すればいい、あくまでもそれも悪くないでしょ。心の残り成仏したくない、また抗いたいと願うばかりで、あなたが僕の分の命を生きる。届いた。さて、だいぶ日も落ちてきました。暗いですね、さっきと比べると。写真だとあんまり、動画だとあんま分かんないんですけど、結構暗くなってます。さあ、お家に帰りましょう。間違えた、アジトに帰りましょう。戦車し、戦車し、もう口の中ぐちゃぐちゃや。さあ、何回目でしょうか、この分岐点は。つまみきり不動尊から戻ってきましたが、一回ちょっとこっちの方も行ってみましょうか。こっち行ったら西明寺、もみじの名所。まあ多分紅葉にはだいぶ早いんですけどね。今撮影してるのが10月11日かな、今日はね。大きい溝なんで山った坂道だよね。ちょっと見に行くだけ、ちょっとちらっと見に行きましょうか。まあ日が暮れたらちょっとやめますけど。あ、でも紅葉ちょっと仕掛けてない、あそこら辺とか。多分もう言ってる間に紅葉シーズンが来るので、もう京都だとね、あの嵐山あのとか有名ですけども、もう息切れしてるんですけどね。ここら辺もちょっと隠れ名所スポットみたいな、隠れ名所スポットちょっと行ってみてもいいかもしれないですね。歩きやすい靴で来いよ。ヒールブーツはダメだからな。焼却炉です。意外とすぐにありましたね、多分西明寺。あれかな、
西明寺かな。あ、境内っぽいのがあるので行ってみましょう。だんとね、撮ることなくなってきましたね。撮っても喋れなくなってきました。疲れてね、あとお腹空いた。朝から何も食べてない。朝は食べたわ。すげえ綺麗。ちょっと感動しちゃった。普通にここから行くと、さっき行ったところですね、これ。何寺？清明寺みたいなとこに行くんで戻るか。というわけでいかがだったでしょうか。今回行った並切不動尊、またよければ皆さんも行ってみてください。あそこら辺お寺も結構多いのでぜひ行ってみてください。なんか早めに行けばね、いろんなものを見れるっていうお寺もあるらしいので、ちょっと各自いろいろ調べてください。はい。